はい、皆さんこんにちは。今日はですね、今から17年半ぐらい前に購入したですね、ホンダのライブディオ、こちらのメンテナンスの模様をね、お伝えしたいというふうに思ってます。で、何が、メンテナンスが必要かということなんですけど、まあ、いろいろね、メンテナンスを日々やってるんですけれども、今回メンテナンスをしようとしているのはですね、ちょっと近づきます。こちらお分かりになりますかね。ちょっとキックペダルがあるんで見にくいですけれども、よいしょ、こうやってやるとオイル漏れですね。これ2サイクルオイルなんですけれども、このオイルが、漏れてしまってるというのをね、たまたまちょっと1週間ぐらい前に見つけたんで、ちょっと今日はこのオイル漏れの原因の追求とですね、改善ということをやっていきたいと思います。はい、それで今漏れてるのはね、このキャブ周辺から、2サイクルオイルが漏れてるのが確認できますので、この部分からね、ちょっとまず蓋を開けていきたいと思います。蓋の開放ですけれども、まあ、この辺のネジとかね、ちょっと下に隠れちゃいますけど、ボルトとかを外していけばですね、ここは開いていきます。よいしょ、このね、長さとかネジの種類が変わりますので、ちょっとこの辺はね、よく見ておく必要があります。外した順に置いておくとかね、そんなことが必要なんだと思います。よいしょ、やはりよく見るとですね、びっちり、油が漏れて汚れてきているのがわかると思います。これ比較的ですね、このディオのタイプ、まあ、今これ AF34 っていうライブディオですけども、実はこれの前のですね、スマートディオでも同じようなね、故障っていうかオイル漏れがありました。その時はもう買い替えの時期だったんで、このバイクに買い替えたと、いうことで修理はしなかったんですけどね、このバイクはまだ乗る予定ですんで、ちょっときっちり直したいと思います。はい、それじゃあちょっともうちょっとね、しっかり原因を確認したいんで、ちょっとね、もうちょっとバラしてみます。このシートの中のですね、わかるかな、このネジとこのネジ、それから、ここが2サイクルオイルを入れるところですけれども、このキャップとここのネジですね、この辺を外すと、このシートが、まずシートのヘルメットボックス自身がね、ポコッと外れます。ちょっとその作業も今入ります。ただいまですね、シートを外して、サイドのカウルですね、右と左と右、それと、後ろのカウルをね、外しました。まあ、ここまでちょっと今回やる必要はないんだと思いますけども、まあ、ちょっとご説明するために開けてみました。それでまずここが2サイクルオイルを入れるところになります。で、ここはですね、2、3週間前に実は
オイルを入れたんですね。オイルランプが点灯したんで入れたという状態です。で、比較的オイルはですね、まだ急激になんか漏れて減ってるという感じではないです。はい。で、このタイプでですね、よく漏れが多いのはですね、ここに見えますかね、オイルの残量をね、見ている、オイルセンサーって呼ばれてますけど、ここの周りからですね、こう少なくなってきたオイルを、補充してあげた後に、圧力でですね、ここからオイルが垂れてですね、ずっとボディを伝わって、やはりこのキャブの周辺にですね、オイル漏れをしてしまうというのがよくある故障です。でもこれはですね、今見るとね、そういう、まあ黒くはなってますけど、漏れて黒くなったオイルが漏れた後にホコリが付着したということはない、なさそうなので、原因はここではなさそうです、はい。もう一つの原因として考えられるのはですね、先ほどのセンサー、これですね、こちらの方になります。実際この2サイクルオイル自身はですね、タンクこういう形状になってて、この右からですねオイルを、エンジンの方に送っています。で、ここのこいつですね、こいつ自身がですね、亀裂が入って、ここからオイルが漏れて、やはり同じくね、オイルが伝ってですね、下に、下をオイルだらけにしてしまうということがあります。ですが今回ね、ちょっとこのディオ特有の故障ではないということになりますね。それでは実際のですね、オイル漏れの箇所をもうちょっと特定するためにですね、このキャブ周りもうちょっと見やすくね、分解をこれからしてみたいと思います。ですね、今、キャブからこのエアフィルターのところを抜いてみました。ここを抜いてみるとですね、結構このキャブのところからですね、ちょっとこっち持っておこうかな、キャブのこの辺りからオイルがすごく出てるのが分かります。で、今一番分解してて気になったんですけど、気になったんですけどっていうか、気になった時ところなんですけどね、実はこのキャブのフィルターですね、ここを止めているこのネジが実は緩んでたんですよ。なんでちょっと緩んでたのかがよくわかんないですけど、まあ、今の状況からするとですね、やはり特に直接的にどっかパイプが切れてこのオイルが漏れてるということではなくてですね、ここから出てくるオイルですね、当然オイルが出てきて、これはこのオイルフィルターでエアーエレメントの中にバックされますんで、で、このフィルターですね、これがね、このオイルを吸うという仕組みになってるんですけど、これ自身ね、触っても、まあ、全然オイルが染みてないっていうわけではないんですけれども、やはりちょっとなんか普段ここあんまり開けないとこなんですけど、その割にはオイルが染みてないなというのが感じると
いうことですね。それとやっぱり今ここべったりですね、ここからオイルが出てきてる感じがあるんで、今回のですね原因はここがね、このように油が漏れてきちゃってる原因は、結局このエアフィルターのですね、このネジがですね、カシメのネジがきちっと締まっていなかったということによって、これのですね周りから、カメラで映んないかな、この周りからですねオイルが漏れたと、オイルが漏れて下に垂れたと、いうことではないかなというふうに思いますんで、まあ故障の診断はそんな形なんで、ちょっとこの部分をね綺麗にこの後したいと思います。はい、というわけでですね、今ちょっと清掃の方をしました。こんな感じで、チェーンクリーナーでねちょっと時間をかけてやりましたけれども、綺麗になりましたので、これでね、この後は、ボディをねまた元通り組んでいきたいと思います。はい、というわけでね、だいぶ組み上げましたけど、あとはねこのカバーをここへつけるだけと、いう状態まで組み上げました。で結局もともとを確認するとですね、やっぱり今回の原因っていうのはこいつですね。これが最初こういう風になってたんですね。ですんでこれをねきちっと1にして、ここを締め付けて様子をね、この後見たいという風に持ってます。ぜひ皆さん今回はね直接的な故障ということじゃないという判断、ただの緩みということで判断しましたけれども、皆さんも整備する上でねオイル漏れ等があるとかないとか、この辺はねやはり非常に重要ですので、日々の点検の中でね、オイル漏れ等をねきっちり探していただきたいというふうに思います。また日々の点検って言ってもね、なかなかね一箇所一箇所見ていくっていうのは、どうしてもできないと思いますんでね、やはり洗車、この洗車を通じてですね、きれいにしてれば汚れてくれば分かりますし、当然傷が入ってきても分かるということなんで、洗車をまめに、汚れたら洗車をするというような習慣をつければね、こういうような発見も早期に発見できるんじゃないかなというふうに思います。いろんなところをご自身でいじれるといいかなと思いますので、ちょっと今日はご参考に、私のディオがねたまたまオイル漏れ、お漏らしがありましたんで、ちょっとその辺の模様をお伝えしました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。次回ねまた暖かくなればツーリングの動画もアップしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは本日はこれで失礼いたします。